おはこんばんちは、春川流でございます。信長の野望波動、今回は柳生石州祭の使い方ということでやってまいりたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、シーズン7テンプ900で登場でございます。戦力4428、 SSR 全134種類中89位、高卒120位タイ、武勇34位タイ、知略96位、政治99位タイとなっておりますと。まあ剣豪武将はね、武勇が高くてそれ以外低いという傾向があるんですが、柳生石州祭はある程度だよ、ある程度まとまってるねって感じ。その分武勇がね800台ない、764か、ちょっと抑えめっていう感じになってますね。陛下、足軽 A、 騎馬 A、 弓 C、 鉄砲 C、 剣豪 S ということで、剣豪以外でも足軽と騎馬で使えそうかな。前方一等席、自身と一門を含む味方3部隊の攻撃防御武勇を 40% 上昇させ、3回の金剛 3% は付与、あーこれ強で、対象を含む敵3部隊に武勇 300% の攻撃性能、発動間隔35秒、範囲中、基礎連鎖 20%、 連鎖順早いとで、バフは全部15秒となっておりますと。うわ、これまあまあですね、副将に置く武将としては超優秀な前方の内容してますね。3部隊に攻撃防御 VO40% アップは強いよね。さらにだよ、3回の金剛ですよ。シーズン6の本田忠勝が持ってたやつですね。何かと言いますと、通常攻撃は指定の回数分無効化し、無効化した際に先方ゲージを上昇させるということで、3回の金剛なんで、3回通常攻撃無効化してくれます。で、1回殴られて無効化するごとに先方ゲージを 3% 上げてくれます。なので3回分殴られると、合計 9% 先方ゲージがたまるという感じですね。まあこれ強いんだよね。うん。で、敵3部隊に武勇 300% 攻撃だから、うん、火力も申し分ない。で、次、技能。一心と自弱。一心は、関心発生率アップですね。で、自弱は、固有技能でございまして、陛下が剣豪の場合、交戦開始時に自身に通常攻撃回避が付与されていない場合に一度だけ、自身一部隊に通常攻撃回避 100%、括弧10秒を付与と。ということで、また、剣豪専用の技能が出てきましたね。まあ、そんなに強くない。ただ、まあ、条件が緩いんで、剣豪陛下の部隊に ぶち込んでおけば、うん、初撃だけ避けられるよという感じかな。次、列伝の絵にし。徳川家ばっか、豪傑障害役浪人ということで、まあ徳川家はそりゃそうだよね。柳生新影流、徳川家の兵法指南役になってますんで、それはわかる。大和のね、豪族やってたんですけども、その頃はね、確か筒井純家の傘下だったかな。うん。なんで、まあ筒井家なんかねえか。まあ合わせるとしたら、ばっか豪傑ラインかな。あと徳川家と豪傑、確か何人かいたと思いますね、これ。うん。そんなね、柳生石州祭と相性のいい武将がこちらと。まず、剣豪武将あたりで見ていくと、やっぱり上泉信綱が 36%。で、北畠智則とも 36% という感じかな。で、それ以外、まあ、足軽騎馬で見ていくと、足利義輝、本田忠勝、シーズン6の方ですね。あと、本田小松と。そんなね、柳生石州祭の使い方なんですけども、まあ上泉信綱の部隊の副将に置くと、まあこれが一番かな。うん、まあ、陛下剣豪、まあ、耐久に難ありというところなんですが、柳生石州祭を、入れることによってそれを少し緩和してくれるよと。まあ、自弱の技能もありますし、前方もね、今後3回前方がね連鎖するたびに付与されますんで、これはなかなかいいんじゃねえかなと思います。耐久力上がります。うん。で、まあ、二つ目の使い方は、まあ、剣豪部隊のどっかしらに入れて、この技能の自弱狙いですね。あとは、剣豪陛下と相性のいい一心、関心発生率アップするやつも持ってますんで、なかなかいい感じじゃないでしょうか。で、三つ目の使い方としたら、まあ、足軽の足利義輝隊のどこかに入れたいなという感じかな。うん。まあ、上泉信綱の下に置くから与力かな。まあ、先方のね、この金剛がやっぱ光ってきますよね。まあ、足軽で使う、まあ、大体の用途は
待ち伏せで使うことが多くなりますんで、足利義輝もともと統率が低いんでね、足軽なんだけどあんまり待ち伏せ向いてねえっていうちょっと珍しいタイプの舞台なんですけども、まあその弱点を補ってくれるかな、柳生石中祭が。うん、それでは舞台編成ちょっと見ていきましょう。はい、こちらですね。まあこの舞台は上泉信綱紹介した時と一緒ですね。うん、でまあ右側のこの一等一等祭のところ、コラボの明智光秀でもいいかなという感じぐらいかな。うん、あとはね、このまんまこう柳生石中祭と上泉信綱逆にしても OK と。まあ、若干火力は落ちますが、耐久力が上がるかなと。毎回で、ね、今後3回付与必ずしてくれるんで、うん、そこそこいいんじゃないでしょうか。あとは、足利義輝が大将の時ですね。はい、こんな感じですかね。まあ、足利義輝で、副将に上泉信綱。で、その下に、柳生石中祭ですかね。うん。まあ、右側の待ち伏せに、このセットそのまま持ってって、あげてもいいかな。うん。あとは、まあ、そうだな、最上義昭入れて敵に部隊引きつけられるようにしたりとか、またね今後紹介動画あげますが、宝蔵院院家ですね、あの子入れたりするのもありかなという感じでございます。まあ、そっちの方はね、また宝蔵院院家紹介するときに詳しくやっていきますと。はい、次は回転見ていきましょう。星4気合純剣、星5強襲弾力、星6八分起用、星7決死最小軽眼気略ということで、気略持ってきたか。なるほど、気略か。まあでも他の剣豪武将で気略持ってる子は確かいなかった気がするんだよな。ただ軽眼はいいよね。うん、軽眼は宮本武蔵が持ってるのか。なので宮本武蔵の軽眼合わせるときこの回転解放すればいいんじゃないかな。はい、最後秘伝見ていきましょう。応用の加護棒レベル5にしますと、習得した武将の先方の攻撃力プラス 70%。 以下の効果を追加、自部隊に効用 15% を付与、効果時間10秒と。で、編成した部隊の防御プラス 5% ということで、まあまあかね、まあまあ。うん。まあ、効用を上げてくれるのは強い。ただね、編成した部隊の防御。できれば攻撃か武勇が良かったですけども、まあまあでも、柳生石中祭のあの先方の系統から考えると、武器を上げてくれるっていうのはまあ納得かなという感じ。で、西条件が徳川家生涯役浪人ということで、結構幅広くつけられるんじゃないかな。生涯役ね、結構持ってる武将、今回のシーズン7のアップデで増えましたし、徳川家ももともとまあまあいる。うん。で、そんな柳生石中祭に装備させたい秘伝なんですけども、天賦850で考えると、無双持ってないから、竜蔵寺高信とかあの辺のやつは装備できない。ただ僕、豪傑持ってますんでね、山中鹿之助、伊達重真、あと高橋常雲の秘伝はつけられるかな。あと、浪人持ってますんで、前田慶次ですね。まあ、この辺つけとけば問題ないでしょう。はい、それでは以上でございます。柳生石中祭の使い方でございましたと。ごめんなさい。パラメータのところで説明し忘れですね。はい、ここ。ですね。剣豪陛下で使った時の場合、武勇の 25% を統率政治に配分するというのがありますんで、それをちょっと加味した数字出すのを忘れてました。統率がですね、584足す、武勇764の 25%、191イコール775。で、政治が521足す191で712ということで、十分大将は晴れるぐらいの統率は持ってるよと。政治もなかなか高いで712までいくんだ。まあ剣豪だからそんなに政治が上がってもうんって感じではありますけども、まあまあいい数値叩き出してますね、剣豪にすれば。はい、これを言うの忘れてました。はい、はい、という感じでございますね。うん、まあ柳生石中祭、まあ、攻撃力的にはね派手さはないんですけども、陛下剣豪のね弱点を補ってくれる戦法技能を持っておりますということで、これが剣豪部隊にいるいないでだいぶ、なんだろう、戦場での場残りが変わってくるかなと思います。今後強いんでね。うん。特にやっぱり鉄砲隊に突っ込んだ時、まあまあまあ流れ弾がいっぱい飛んできますんで、金剛とか磁石でそれを一発でも二発でもかわしてくれたらやっぱり嬉しいよね。それとこっちの方が先方早く撃てるかもしれないんでね。うん。なかなか強いんじゃないでしょうかと。
今回はそんなところと、今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。